私はリン、普通の小学4年生。夏休みにど田舎の実家に帰省している。ああ、暇だな。ねえお姉ちゃん、うん、ここら辺スタバないんだっけ？イオンしかないね。109はイオンしかないね。パルコはイオンしかないね。なんて街だ。いいかリン、うん、この街の人はイオンで買った服を着て、イオンの食べ物で育ち、イオンで働き、イオンでデートして、イオンと共に大人になるんだよ。つまりイオンが死んだ時に田舎も死ぬということか。そうなる。だからイオンをバカにされたら自分のことのように怒るんだ。お前が一番バカにしてるよな。てか今日花火大会あるってはるか姉ちゃんが言ってたよな。らしいね。こんな田舎で花火大会ってどっから金が出てんだよ。でも楽しみだね。まあただでさえ娯楽がないからな。暇だな。ちなみにここからコンビニまでどのくらいかかるんだっけ？確か歩いて10分だね。10分か。アイス食いたいな。はるかが帰ってきたら車使えるんだけどな。田舎だと車がないと何もできないからね。だな。じゃんけんするか。負けた方がアイス買いに行くんだ。いいよ、私もアイス食べたいし。よし、じゃあ最初はグー、じゃんけんポン。やったー。暑いなぁ。セミうるせぇ。まあせいぜい1週間の命だから多めに見てやるか。しかしあるけどあるけど田んぼだらけだな。虫も多いし。遠いなぁ。はるかのやつ、よりによって自分一人だけで車使って友達と遊びに行くとは。夜には帰ってくるって言ってたけど誰もいないなぁ。あった、コンビニ。って、コンビニの駐車場広すぎだろ。さすが田舎だな。いらっしゃいませ。ここで働く人も毎日大変だな。時給いくらなんだろう。あ、時給700円？安っ！まあ、田舎は家賃が安いもんな。アイス2つください。220円になります。はい。ありがとうございました。ここからまた10分か。うまいな。しかしここから家に帰ったところで結局何もすることがないんだよな。よし、寄り道して電車でイオンまで行こう。冒険開始だ。ほう、あそこに駅あった。次の電車は1時間後。ここ1時間に1本しか電車来ないのか。自販機もないし。うん、帰るか。ああ、やっと着いた。あ、帰ってきた。もう遅いよ。遠いんだから仕方ないだろ。いや、もう30分以上経ってるじゃん。あ、それで私のアイスはここに。あ、何？アイス溶けた。あ、浴衣着るの久しぶりかも。確かに。カエルの鳴き声うるせえ。じゃあ早速だけど花火大会始めよっか。あ、花火大会ってこれか。そうだけど。あ、ほら、残念そうな顔しないの。だって普段東京に住んでるとなかなかこういう花火できないでしょ。まあ確かに言われてみればそうだな。おー、案外楽しいかも。イエーイ。あー、楽しかったな。普段ゲームとかネットフリックスばっかりだからこういう娯楽も楽しいな。うん。にしても夜の田舎って本当に真っ暗だな。暗すぎてちょっと怖いね。うん。あ、上見て。あ、星が綺麗。すごいなこれ。あ、どう、田舎も悪くないでしょ。うん、田舎やるじゃん。今日の授業は終わり。またしてね。